セインツの海戦は、アメリカ独立戦争中の1782年4月9日から4月12日に、西インド諸島のドミニカ近くで行われた、フランス海軍とイギリス海軍の海戦である。ジョージ・ロドニー卿が指揮するイギリス艦隊は、フランスワドグラス白爵指揮するフランス艦隊を打ち破り、フランス艦隊の機関ビルドパリを含め5隻を捕獲した。この戦闘の名前は、 西インド諸島のウィンドワード諸島に属するグアドループ諸島とドミニカの間にある一軍の島でサント諸島にちなんで名付けられた。この戦いで敗れたフランス艦隊は前年にバージニアのヨークタウンにいたイギリス軍を海上から封鎖して降伏に導いた艦隊でもあった。その後フランスの艦隊は西インド諸島に帰ってイギリス領の島々の攻撃を再開し、 セント・クリストファー等を占領する成果を挙げていた。西インド諸島。青で囲まれているところがコアンキル諸島。その右下がウィンドワード諸島。1782年4月7日、ドグラスは33隻の戦列艦と2隻の50モンフリゲートで100隻以上の輸送船と第5層船団を形成し、マルキニーク島を出港した。フランス艦隊は、 戦列艦12隻及びイギリス領ジャマイカ島の占領に向かう1万5000名の軍隊からなるスペイン艦隊と落ち合う手はずであった。これを36隻の戦列艦からなるロドニーのイギリス艦隊が追跡した。4月9日、ドグラスは輸送船団を2隻の50門艦に護衛させてグアドループ諸島に向かわせた。フランス艦隊と 本体と分離してしまったイギリスの前衛部隊とが接触し、フランス側の優位で前哨戦が行われた。決着はつかなかったが、フランス戦列艦2隻が損傷を受けた。ジョージ・ロドニー今4月12日、ドグラスは4隻のイギリス艦に追跡されて、マストを破損した1隻を守りつつ、苦労して艦隊をグアドループ諸島に向けて進めていた。 ロドニーは追跡していた艦船を呼び戻し、戦列を組むよう信号を送った。フランス艦隊の戦列が、イギリスの戦列をやり過ごそうとした時に、突如風向きが変わり、ロドニーの機関、フォーミダブルが、デュークや、ベドフォードその他の艦と戻るフランスの戦列に割って、入ることになり、艦の進むに任せて、戦うことになった。その結果フランス艦の戦列は混乱し、 機関のビルドパリを含む数隻が重大な損傷を負った。結局ドグラスは降伏して捕虜になり、艦隊の大半は統制を失って遁走した。フランスの戦列は2つに分断された。追跡が行われ、4隻が捕獲されたほか、セザールが捕獲後に炎上した。イギリス軍の損失は死者243名、負傷者816名であり。 36名の艦長のうち2名が戦死した。フランス軍の損失は分かっていないが、艦長についてのみ30名のうち6名が戦死したことが記録されている。水兵はおよそ2000名が死傷したと考えられる。この戦闘の結果でフランスとスペインが期待したジャマイカの占領は不可能になった。イギリスはヨークタウンの異種返しに成功したが、 アメリカ独立戦争自体には何の影響もなかった。ロドニーはこの勝利で貴族に劣せられ、年金を2000ポンド受け取れるようになった。これ以後、アメリカ独立戦争の西インド諸島での作戦行動は行われていない。この戦闘は3つの理由で議論を呼んだ。ロドニーが勝利の後の追跡の手を緩めてしまったことが批判された。副将のサミュエル・フットは、 艦隊司令官が追跡すれば、フランス艦を20隻は捕獲できていただろうと言った。4月17日、フットは敵の追跡に派遣され、すぐにモナス色で2隻の戦列艦を捕獲した。この戦闘は、戦列突破の戦術で有名になった。イギリス艦は、フランス戦列の隙間に割って入り、風下から敵と渡り合い、敵の戦列を混乱させた。しかし、 この戦術が意図的になされたものかについて多くの議論がなされている。フランスの側ではドグラスがその部下であるボード・リュイ・ユト・ブーゲンビルをこの敗戦について求断した。内数字は訪問数。フランス間のリンクは全て英語版。ありがとうございます。